グッドグッドグッドパイロンでございます。死ぬまで映画紹介するチャンネルでございます。今回の作品は台風家族。前回紹介したミッドナイトスワン主演の草なぎ剛さん、つよぽんが主役でございます。あらすじ、両親の葬儀のため10年ぶりに帰ると、久しぶりに兄弟4人と再会。そこから待ち受ける波乱万丈な物語。評価で言うと、冒頭で両親が銀行強盗をして2000万円を持って逃走するところから始まるんです。長男鈴木小鉄役つよぽん、とにかくプライドが強く自分勝手でクズなんで、私と共通するところが共感できました。最初ヤクザと家族で出ていたつよぽんの奥様役小野真知子さんなんですが、主人は玉突き事故に遭い死亡寸前だったんですと言い、ギブスをつけた状態で実家の葬儀に参加。以前仕事をやってたんですが、親父の影響で無職になってしまって散々な目に遭います。つよぽんの娘ゆずきは、さっき老人が見落とした自販機のお釣りをくすねたでしょ、カミングアウトして、さらに追い込む形でちゃんと自分で稼いで自立しなよと言われ、もし自分の娘に言われたら私なら大泣きしてその場から立ち去りますね。次男きょうちゃん役新井博文さん、お金には余裕があるものの、遺産をもらって終わったら帰る帰ると劇中で5回ぐらい言うんじゃないですかね。4人の中では地位も名誉もあるので、みんなにバンバン言いたい放題な印象でした。妹を変態扱いしたりとか、長男つよぽに対してはこいつあんた呼ばわりして口喧嘩、殴り合いの喧嘩、兄弟あるあるなのかもしれませんがね。とにかく全体的に上から目線なのでイライラしちゃう方もいるかもしれませんが、温かい目で見てあげてください。長女レナ役めぐみさん、後から登場する彼氏敏夫役に若葉達也さん、好きなシーンがありまして、仏壇がある倉庫で敏夫とレナは夜の営みをするんですが、とてつもなくドキドキしちゃいましたね。これある指定じゃないのって思いました。いきなりそれを出すので、家族と見るときは気まずくなる可能性大なのでご注意ください。末っ子千尋役中村智也さん、彼は兄や、お姉ちゃんと比べて何もない平凡な暮らしをしてるんです。例えばコンビニをやったりとか、目立つためそれは隠しカメラを設置して世界に生中継して視聴できるサービス YouTube、 チャンネル登録者や再生回数を稼ぐためというよりも、事件を起こして両親をネタにして目立とうとしていました。ここで好きなシーン2つ目なんですが、つよぽんだけはその YouTube を気になっていて、ジャニーズで培ったダンスを面白おかしく披露してくれるので、ファンにはたまらない嬉しいサービスをしてくれます。それによって再生数が伸びると、千尋とハイタッチをこんな風に交わして大喜びです。父親役一徹役に藤達也さん、彼は認知症の奥さんをここですかって言っても優しく、食べよう、ここにいるよと言ってくれて、渋くて優しいお父さんという印象でした。あともう一つ、最後好きなシーンは、役者を目指すため東京へ行ったつよぽんのために VHS で録画してたんですよ。つよぽんはすっごい悲しそうな演技しててうまかったです。星は4つです。その理由は兄弟が4人だから。ラストのシーンで大勢で台風の中大きい車に乗って両親を見つけに行くんです。失踪した両親で、みんなそれぞれで名前を言うんです。お父さん、親父、おじいちゃん、お父様、お母さん、おふくろ、おばあちゃん、お母様、大声でそれぞれ違う呼び方をしていて、作品の脚本を務めた市井さんの演出はいい意味でずる賢くてセンス抜群の監督さんでした。いろんな人にプレゼンしたいくらい勧められる映画でした。最後に小野真知子さんがあまり目立つような役柄ではなかったのですが、おそうめんを食べるシーンは食欲をそそりました。グッバイ。